突っ込みニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題です、はい、IPC= 国際パラリンピック委員会はロシアとベラルーシの選手らに対し明日開幕する北京オリンピックに国名などを使わない中立の立場で出場を認めると発表しました両国はパラリンピック期の下で参加することになり 選手にメダルは授与されますが国別のランキングには含ままれせん今回、この中立での参加ということに対しても世界中からいろんなメッセージがありましの西村さんもね、してスポーツをやっていた一人としてこれは選手の気持ちも分かるし一方で感情的なところも分かるしあると思います選手は本当に板挟みでしんどいでしょうね。特にこういった世界で転戦している皆さんというのは横のつながりというのもあると思うんです ねえあのですから、当該の選手だけじゃなくって、そことずっと、ね、あの戦ってきた仲間の選手たちにとっても、はい、すごく複雑な思いになるんだろうなというのは感じますよね、これはね、はい、もう1ついきましょうか、はい、アメリカ・メジャーリーグで選手会とオーナー側の労使交渉がまとまらず、シーズンの開幕が27年ぶりに遅れることが決定し、うん、今月31日に予定されていた開幕は延期となりました。うん 労使の対立により、開幕が遅れるのは、年ぶりですこれ、あの揉めてる理由がね、うん、まあもちろん最低年俸の話だったりとか、例えば、えー、オーナー側と金額を交渉する際の条件の話だったりとか、はい、まあ多岐にわたるんですけれども、<ー>特にこれ、開幕が遅れるとなってくると、あと、はい、一つあの日本からフリーエージェントした鈴木誠也選手の行き先がまず決まってないということもそうですし。 例えば大谷選手もそうなんですけど、はあ、メジャーの登録の日数自体が少なくなるので、うん、いきつくこフリーエージェントの権利自体もちょっとずつこれに合わせて送れるということなんですけど<ー>まあ一方であのアメリカっていうのはこれだけやっぱ選手側の権利というのも非常に強いですし間に入っている人も強いですからでまたそれぞれの代理人の思惑ーーとかもいろんなものが絡んでくるんですけど日本の場合だったら。うん きっとまあね、先週も楽しみに、お客さんも楽しみに待ってるだろうからっていうところも。なんとか開幕までにはっていうような感じですけど。ね、じゃないんですね。はい、あのもうちょっとかかりそうですけど、ね、こ四<ー>月ぐらい読めるにみたいなあで。あ、そうなんですか。えー、どうなるんでしょうね。は,<ー>はい、では続いて、はい、ニュースのいきましょう。さあ、それではニュースランキング、まずは第五位。はい、民間気象会社のウェザーニューズは昨日。 2022年第四回桜開花予想を発表しました。開花トップは東京の3月20日で、ね、開花の時期は西日本や東日本では平年並みのところが多く、大阪の予想は3月26日となっています。ホッとするね。ホッ、ね、とする。まああの、ね、もうね、ホッとする。早みたいね。<laughs> そうですね。花のほころびはいいですね。<laughs> はい、はい。さあ続いて第四位。 立憲民主党の辻元清美前副代表の大阪府内の事務所で窓ガラスなどが壊れているのが見つかり割れているのが見つかり、うん、警察が窃盗未遂の疑いで捜査しています、まあ、これはどういう目的で、ね、ガラスが割られたのかというのが分かりませんけれどもまあ選挙も近いというところで立候補を表明しているというところもあったりしますので、ねえーはい、どうなっているのか分かりませんけど、はい続いて第3位です。 2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は公募していた公式キャラクターの最終候補作品を3つ発表しました。いずれも 赤い円形が輪のように連なる奇抜なロゴマークを取り入れたデザインとなっていますこれ、さっきもちょっとニュースでやりましたけど、はい、奇抜なロゴマークって、やっぱりみんな、奇抜だと思思ってるんですそ、ね、そそうそうそう思います <laughs> 赤い円形の輪のように連なるロゴマークをでもいいのに、奇抜なロゴマーク <laughs> いや実際決まった時このロゴマーク<も>やっぱりみんな嫌だったって言ってましたし、あの何、ー、ていうの大阪には結構今あのこの奇抜なロゴマークいろんなところに出てるじゃない。はい、見慣れたらあこういうもんかって思っちゃったりしますしね。えー、不思議なもんですよ、ね。慣れって怖いですね。<laughs> はいはい、どうなったみはい、いきますか。さあ続いて第二位は、はい、新型コロナウイルス対応の万延防止等重点措置について政府は適用中の31都道府県のうち首都圏4都県など15都道府県で延長し。 11件は解除する方針を固めました。うん 延長後の期限はおよそ2週間後の21日を軸に検討しています、まあ、あの大阪はまたこのまん延防止等という中でね、えー、皆さん、飲食店の方々も大変というのと同時にですね、一方で、このまん延防止に慣れしてしまってるみたいなところもあって、うんうん、日常の生活とそうでないタイミング、お店とかやってらっしゃる方にとっては大変なんでしょうけど、はい、我々の生活がよく言うように、これで何かが変わるかというと、もう気をつける以外にはないところもあったりします やっぱりみんなどこかでまんぼう出てるしっていうのが本当、何がこう感染拡大に、ね、歯止めになるのかっていうのは、えー、答えが見いだせないままの2年間なんですけども、ね、さあ、続いて第1位は 1> 国連総会は2日ロシアによるウクライナ侵攻をめぐる緊急特別会合でロシアを非難し。 ウクライナからの無条件での即時撤退を求める決議案を賛成多数で採択しましたまた岸田総理大臣は昨夜ポーランドのモラウエツキー首相と 電話会談し、はい、ロシアによる軍事侵攻でウクライナから避難する人々を日本に受け入れると表明しましまたこの後須田さんにいろいろ解説してもらいますけれども、はい、まあ日本からできることというと、まあね、岸田さんのお話ありましたけれども、まあ、こういった形で、まずは日本にゆかりのある方々をベースに受けるところからということなんですけど、えー、本当、そうなん、ね<ー>はい、ではコマーシャルのアート、そのあたりも含めまして、菅、はい、田さんにお話を伺っていきましょう。 スタジック六時二十四分になりました。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい,ますはい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずはこちらからです。新ロシア派か否か、次々とあぶり出される各国の考えとは。さあ、本当に日々変わっております。ウクライナ情勢なんですが、はい、今回の件を通してですね。 新ロシア派なのかそうでないのかそれぞれの国の考えがあぶり出される状況になっています。 えジュネーブで1日に開かれました国連人権理事会の会合で、はい、ロシアのラブロフ外相がビデオ演説したときに、うん、およそ40の国の外交官100人以上が一斉に退席をいたしました、はい、一方で中国やシリアベネズエラなど議場に残って、まあ、ロシアを擁護するという立場の国もあります、えー、その一方でイギリス政府はロシアの常任理事国解任案をちらつかせるなどロシアを巡り、まあ、いろんな各国の思惑があるわけなんですがさ田さんにこの辺りお話を伺いたいと思います さあ、菅田さん、本当にもう連日、いろんなお話出てますけれども、菅、うん、田さん、はい、改めてプーチン大統領は今回の件、どういうふうに捉えてるんでしょうか、うんえーあのー、私ね、2016年、6年前にですね、ある場面でプーチン大統領が発言した、えーまあ、ウクライナに関する、ね、発言っていうのを見つけたんですよ。はい、で、その時にプーチン大統領はこういう発言をしてるんですね、今から6年前ですよ。うんえー、ウクライナは国ですらない ウクライナとは何か領土の一部は東欧東ヨーロッパにかかっているが大部分は我々からの贈り物だというね<ー>、えー、そういう発言をしてるんですよ、うん、つまりウクライナというのはロシアの一部分なんだ、うん っていう歴史をさまざまってみますとです、ねあのー、ソ連邦っていう国が、はい、国というんですか、国の集団がありましたよねで、これが崩壊した、ソ連が解体したというのはです、ねあのー、エリツィン大統領、前大統領の時代なんですけれども、うんうん、でその時にですに、ね、どういう手続きで、えー、これが解体されたのかというと、エリツィン大統領と、そしてベラルーシの、えー、大統領代表ですね、うんえー、それから、えー、ウクライナの代表、 が一度に会してですね、まああの与同氏の会議が開かれたんですよ。うん、で、その時に、えー、ソ連邦の解体っていうのが決まったと。 えー、まああの決断されたとされてるんですけども、はい、そうするともともとソ連というのは、えー、ロシアそして、えー、ウクライナそしてベラルーシ、うん、この三カ国の、えー、まあ意見の一致で決まったっていう流れがあってですね、うん、そういった意味で言うと、えー、まあ一心同体ということなんですね。うん、ですからそのウクライナがそのねロシアの元を離れて、えー、まあ EU と言ってるんいいですかヨーロッパサイドになびいていく接近していく。うんうん 変わるという動きについてはですね、うん、もうロシアとしてはですね、これプーチン大統領だけではなくて、ロシアとしては絶対容認できない一つの国じゃないんだ。 っていいうううねそ意識があるんですよれでも本当にもうそれ言い出したら世界中の国が全部そうなりますよねもともとはうちの領土だったとかっていうことを言い出したらね,ねって話ですもんね、うん、ですからもちろんねこれ前提としては今の国際法と言ったらいいんですかね、うんえー、国際的なルールには全く合致してないからお前何言ってんだっていう話になるんだけれども、うん、結局この古いですね考え方に、えー、ずっとこう影響されていてというか引きずられていてですね、うん 結果、今回、ですね実際のこの古い考え方に基づいて軍事行動、だから国内問題、内政問題だっていうのはですねもともとロシアの考え方、あるいはプーチン大統領の考え方。だから、うん 侵略だとか攻撃だだとかかっっっててて言葉を使ってない,っていのはそこにあるんですねらこう国連とかを含めて国際的な組織を作ってですね、うんえー、みんなでこういろんなルールを決めていきましょうっていうことだったりすると思うんですけれどもさあ実際に今回その、えー、国連の人権委員会もそうなんですけど中でもいろいろ立場が分かれてますよね。 ですからそういった意味で言うと、うん、えベラルーシ、これもともとは白ロシア白いロシアと書いて白ロシア、うん、先ほど申し上げた、うんえー、ロシアと同行なす国なんだけどもこれも徹底的にあのロシア寄りになっていて、うん、でなおかつ、ね、ウクライナに侵攻するにあたっては基地まで提供しているというね、うんえー、そういう状況だから、まあ、言ってはベラルーシはロシアとも一体化しているっていうふうに考えてもらっていいんだろうと思いますね、うん、なんかありますけどウクライナの人たちはね。 じゃあどう思ってらっしゃるんだというのにいやそうだよな我々はもともともうロシアの一部だもんなって思ってらっしゃるわけじゃないでしょやっぱり我々もウクライナの方は独立した一つの主権国家として我々存在してるんだっていう思いなわけですからね。 ですから、あのーうん、そういった主権国家という意識の前に、ですね、うんえー、これまでロシアからさんざん人権を踏みにじられ、うん、国土を踏みにじられということで、えー、ウクライナ国民の、えー、根底には、ですね反ロシアの気持ちで渦巻いてるんですよ、うん、もうとにかくロシアから離れたい、うん、離れたいっていうね。そう たやロシアの方は、えー、いやも、あんたらはもともとうちの一部なんだからって言うてたら、もう拉致あかんですよね、そんなんねですから、それを前提に考えるとね、仮に今回ね、まあ、最終的に、えー、プーチン大統領の狙いは後で申し上げますけれども、はいはい、要するに早期にですねキエフ、つまり首都をね、占拠して、陥落させて、うん、そして今の政権を打倒して、うん、ロシアの傀儡政権を、ね、打ち立てて、うん、そしてロシアとの一体化を狙っていくという。 ところがですねそのウクライナ国民のですね感情と言ったらいいんですが、うん、だってこれ映像で見てるとですね、うんえー、火炎瓶を作ってまで抵抗しようとする義勇兵が集まってくるというのはですね、うん、ああいった 動きというのはどうなんでしょうね、想定してたのかしてないのかっていうところを考えてみるとね、うん、まあ、あまり意識してなかったんではないかなと思いますし、えー、ですからこれからその仮にキエフが占領されて、傀儡政権が建てられたとしても、全土をロシアが、えーまあ、占領するという事態というのは、うん、なかなかこれはです、ね、想像できないというか、うんえー、想定できないのかなと、ですから泥沼化していくという状況になっていくのかなと思いますね。 あの今回のね、えー、お話の中でありましたけれども例えばベラルーシ、今お話しあった例えば中国だったりベネズエラだったりっていうところが、えー、理事会の中でですね演説時に退席せずに残ってたたていうことあるんですけれども、ええ、このあたりの思惑っていうのは津田さん、改めてどうご覧になります えー、あのですから、ベネズエラであるとか、ですね、うん、まあいくつかの国は、ロシアからのです、ねうん、支援というのを受けていた、うん、あるいは、はい、例えばシリアっていう国がありますね、中東にね、あそこはもともとシリアの現体制がロシアと近かったということもあるんですけれども、の IS のです、ね、総統で、IS を追い出すにあたって、ですね、うん、イスラム国ですね、追い出すにあたって、ですねロシア軍から相当な協力を得たんですよ。 ですから、アサド体制を残すにあたってロシアには足を向けて寝られないっていうそういう状況があるですからロシアと経済的に結びつきがあるあるいは今申し上げたようにですね軍事的な結びつきがあるという国だけがですねまああの国連の,の人権理事会で残ったそれじゃあ、中国は何なのかこれはですねえとりあえず覚え出してください、え。ー あの冬季のですね北京オリンピックが、うんえー、起こった際、まあ行われた際にですね開幕式にわざわざプーチン大統領を招待してし、ねうん、だってロシアという国の代表団は参加してないんですよ、うんうん、そうですよねそうだそうだ、うん にもかかわらずプーチン大統領を、うんえー、招待して、えー、3時間半にわたって差し出の倍での首脳会談を開いて、うん、要するにもう最後の最後までロシアと共に行動するみたいなことを声明発表したで,ですからでその背景にはです、ね、どうやら中国はです、ね、ロシアが本気でウクライナに軍事侵攻するとは思ってなかったみたいなんですよ。 中国はその思惑が外れてでもそうするとやっぱりメンツの国ですからいやいや我々もそんなことは想像してませんでした口が裂けても言えないですよね。言よねまあ、とはいえ今それこそパラリンピックはもう間もなくね開幕しようかという中なわけですから、うん、中国にとってはまだまだ世界的にアピールする場でもあるわけですよね今はね。だからもう中国の,その顔を丸つぶ、ね、し,したわけなんだけども、うん、とはいってもですね、えー、習近平の,そのロシアに対するメッセージというのを。 を保護にするというまたこれも、えー、メンツ丸済になっちゃいますから。これだからメンバー見てるとね。 親ロシアという言葉でもあるんですけど結局テーマは反米だったりしますまよねねこれ須田さんん考えてみると、ね、そうなんですね、うん、ですからそういった意味で言うと「反米」というね今、うん、上泉さん言われたようにまさにそこで結びついている国々なんだけれども、うん、とは言ってもこれだけね、えー、世界の大部分の国を敵に回してしまったそうそういやいやこういつまでもここにとどまってると親ロシアにとどまってると大変なことになるぞ、うん と思い始めてててるる国は出てきてるベラルーシア除いてはです、ね、で、うん、もうそういった意味で言うと、腰が引けてるというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思いますね例えば、そのお話あったねイギリスが常任理事国から、ね、ロシアを解任するという話あるんですけれども、これ、現実としては難しいですよね。 えーまあ、そういった動きが出てきてです、ね、私も国連憲章という国連のルールといったりすか、うん、国連の憲法といったりすか、うんえー、その国連憲章を全部もう一回読み直してみたんですよ。うん、で、そうするとです、ね、国連憲章の中には、国連、まあ、国連っていうとです、ね、非常に分かりにくいんですが、うん、連合国、かつての第二次世界大戦、うん、日独・威を相手に戦った連合国というふうに見ていただいたらが分かりやすいんですけれども、うん、この連合国から、 のの規定がああってですねあの国連のその総会つまり意思決定機関で連合国から外すよっていうことになれば、うん、えまあそのメンバーから外れてしまって常任理事国であるロシアもですね連合国から外れることによって常任理事国でなくなるというねそういうで立てつけはあるんだけれどもただ その連合国ということもあってですね大、うんえー、国一致の原則ってのあるんですよ一致して、うんえー、日独意に対峙していきましょう、うん、だからそこから考えるとですねえーまあ そういった決議が行われるという可能性は極めて低いと考えてもらっていいのかなと思いま佐々木さん、ね、経済のお話また後ほど、えー、この後お話をお伺いしますけれども今の軍事的な意味合いの中でね、まあ、あのウクライナが非常に、まあ、その義勇兵というのを含めて市民レベル含めてですけれども非常にしっかり抵抗している中でですよこれだけ抵抗が続くとなんかより、ね、強烈な、えー。 作戦というか展開になっちゃうことを我々恐れちゃうんですけれども、ね、そのあたりの危険性みたいなのはどうご覧になってますですから今ね上泉さんも言葉を選んで強烈な言葉を使われたんだけれどもズバリ言ってしまえば核の使用ですよねだから ICBM 大陸間弾道ミサイルなどの戦略核ではなくて戦術核、うんはい、つまり小型の核ですよね、はい、でここをですね、えー、使う可能性必ずしもゼロじゃない ね、つまり、うんえー、それもですね、えー、プーチン大統領の腹一つっていうところが、ですねやっぱり怖いところじゃないのかなと思いますね、うん、あ今までね、さすがに言うても、それはないだろうっていうのって、なんとなくの見方としてもありましたけど、いやいや、実際言葉としても出てきてますし、あの津田さんおっしゃるように、ゼロじゃないっていうだけでも、えらい話やなと思うんですけどね。 ですから、あとでお話しさせていただく経済の問題を考えていくと、ですね、うん、今、えー、ロシアのルーブルは大暴落という状況になっていて、はい、そして海外との貿易が禁じられる、あまあ実情できなくなってきて、ですね、うん、企業業績が悪化していく、うん、景気が悪くなってくる、うん、でルーブル安を受けて、景気が悪いということを受けて、ですね、うん、物価が急上昇している、今、ロシア国内では。 ね、あの困窮してるわけですよねそうなってくるとですねやっぱりそのプーチン政権に対する批判であるとか、うん、反動であるとか、うん、あるいは政権打倒という動きが起こってくる、うん、足元が揺らいでくる、うん、となると早,早期にですねこの戦争を終わらせないと、うん、プーチン体制そのものが倒れてしまうんじゃないか場合によっては軍からも崩れたら起こるんじゃないか、うん、その恐れがあったらですね、うん、プーチン大統領はその核のボタンに手をかけるということも 必ずしも、ねえー、ゼロではないっていうのは、そこに理由があるんですね。はい、でも、その経済のお話、聞いていきましょう。こちらです。さ六時三十七分になりました。さプーチン大統領と第五、三ということになるんでしょうか。スイフト除外による、ロシア経済の影響を聞いていきましょう。<music> さあ,あ,あロシアはですねルーブルが今、急落したりということで、えー、制裁の影響、早くも出ているということなんですがこの混乱するロシアの経済の現状プーチン大統領にとってさあ改めて須田さん誤算だったんでしょうか、どうでしょうか。 このスイフトというですね国際決済網ですね、うんまあ、銀行間のお金のやり取り、うん、決済、えー、これがですね、まあ、ほとんど遮断されていくということに今なってきてるわけなんですけれども、こういった動きは起こってくるだろうと、でロシアも、えー、想定したんですよ、そうですよね、このあたりまではね。ただし、そのあたりには、ある種の見通しがありましてね、うん、でスイフトというのはですね、 どっかの政府機関ではなくて、ですね共同組合組織的なですね形を取った民間企業だというふうに考えてもらっていいんですね。うん、で、これはですね議決権というのが、意思決定をするにあたって、うん、スイフトが意思決定をするにあたって、ですねトータルで、えー、マックスで25票あるんですよ、<う>25票。 で、この25票によって意思決定が行われるんですけれども、うん、ただですね、12票をですね、うん、特定の国、6つの国が持ってるんですよ、うん、6つの国が。うん、で、その6つの国ってどこかというと、うん、アメリカ、うん、イギリス、はい、フランス、ドイツ、そしてベルギー、スイスなんですね。 こ,こはですね1か国に2票を与えられていて12票を持ってるんですよ。でまあ25票ですけれどもこの12票がですね、えー、結果的にあの意思決定してしまうという状況になってるんですね。ところがですね、えー、エネルギー天然ガスのやり取りで、えーまあ、貿易でですね、うん、深いつながりを持っているドイツ、うん、そして、えー、ウランの、えーね、輸出輸入でい深いつながりを持っているフランスどちらもですね まあドイツは。 あれですね、天然ガス発電で国内の電力需要を賄っている、うん、フランスは原発大国ですからね、はい、原子力発電しで、えー、電力需要を賄っている、うん、どちらもです、ね、入ってこなくなるとロシアだと期待してしまうとですね、うん、途端に国内のエネルギー需要がおかしくなってくるわけなんですね、うん、ですから、えー、それをですね、えー、まあそうなってしまうようなことはフランスドイツはしてこないだろうっていうドイツの読みが愛されロシアの読みがあったんですよ。 そうするとそのスイフトは意思決定できないだろうというね。うで実際上二十三二十四日の段階ではですね、ドイツフランスは非常に消極的だったんですよ。最初そうでしたよね。ところは実際に、えー、ロシアが えー、ウクライナに侵攻してしまうとですね、うん、途端になんか前向きになってきちゃったと。うん、これ誤算ですよね。うん、ただまだ意思判断を二十四日段階ではしてないに二十月二十四日の段階ではね。うん、でですからロシアとしてはですね一気化性に、えー、まあ。えー キエフをですね占領して、はいえー、ゼレンスキー体制を打倒して傀儡政権を立てれば、ですね要するに、えー、フランス、ドイツが意思決定をする前に、うん、スイス、つまりスイフトからのですね遮断をされる前にですね、うんえー、物事は決着を見るだろうと、おうだから電撃作戦じゃないけども、その一気火星にどっと入ってったったいうのはう 2>, 2日、3日で型をつけるつもりだったぐらいのイメージですか。 でところが、ですね先ほどぐらいから出ているように、ですね、うん、思う、えー、ウクライナの抵抗が強かったために、ですねうん、うん、結果的にその、えー、スピード決着の思惑が外れてしまった事態が長引いていく、うんうん、でそして、ですね民間人にもウクライナ側の民間人にも相当な被害が出てくるそ,よ、ねうん、その映像がばんばん流れる。 で結果的にですね、もうこれはしょうがないだろうっていうことで、えー、そのドイツフランスもですね、スイフトからの謝罪に、えー、を決議決意してしまったと。うん,うん。これがプー私はまああの新聞等とはほとんど報じてないけれども、うん、プーチン最大の誤算だと思いますよね。あ,えー、あ、ご参だ,だあのスイフトの除外とかってのら想定の範囲内なのかなと。まあもちろんここまであ長引くってどこまでだったとは思うんですけれども。 ということは今相当いろんなスケジュールがずれてるということですよね。今プーチンの頭、プーチン大統領の頭の中ではね、相当焦ってますよね。うん、ただあの助け船が西側からですね助け船が出てないわけではなくて、はいはい、まだですねフランスドイツは100% 対ロシアっていうね、そういうスタンスを固めきってないんです。何かっていうと、今日長官が各紙報じてるんですけれども、昨日二日ですね、そのスウィフトからですね、当初スウィフトの遮断に関わると思われていた対象になると思われていたロシアの大手銀行、最大手ですね、ズベルバンク、ね、ここがですね、その対象になってなかったんですよ。ええ、はい。え、見送りになっちゃったんですよ。はい。は。えじゃあ。 このズベルバンクとあとガスプロムというバンクですね。うん、で、ここが見送りになると、なぜかっていうと、ですね、はい、ここはロシアのですねエネルギー輸出の、天然ガス石油の輸出の決済、ねうん、に使われるからなんです。だったら意味ないじゃんって感じありませんだから若干ですね、腰砕けになってるところもあるんですけれども、ただ、次はここだよと、息のみ止めるよと。 うん、これ、実際に、ね、あのロシア国内の映像とかで銀行の前で行列作ってる人たちの映像とか見ますけれども、うんうん、これは、ね、ロシアの本当によく言われす国内はどうなってるんですか、今。で相当でですね、うん、相当そういうい意味ではロシア国民の不満も もう爆発寸前になっている、それをなんとかですね情報工作等々で押しとどめている、うん、メディアは全くこの、えー、侵略については報道してませんからね、うん、でも、それをは言ってもですね、はい、中国と違って完全な情報統制できませんから。 国民の間にはこういったことが行われていて結果的に自分たちの生活が圧迫されて,るっているはもうみんな理解してますよでもやっぱりさすがにこのロシアの中では自由に発言する含めてできないですしちょっとあのでも、ね、でもね起こそうもんならまた拘束されてたなってるわけですよね、今。うそうですね、うん、だから えー、相当足元が揺らいでいることはこれ、間違いありませんから、うん、ですから、えー、どうなんでしょうね、プーチン大統領はさらなる冒険主義、さっき、えーうん、上泉さんが西郷に言ったように最後の手段を、ねうん、取るのか、はい、それともどこかで折り合って、えーね、どこかで着地点を見いだすのか。うん でつまり、えー、しかもです、ねえー、ロシアに近いと言われていた中央アジアの国に、例えば、うん、かざす負担であるとかね、もう少し冷静な国ですね、さっき言われた、うん、新ロシアの中でもですね、うん、冷静な国は、ですね、えー、プーチン大統領の本意を促、ね、すような、えーまあ、プーチン大統領に対する働きかけをしていることは間違いないんですね<ー>これ、停戦、まあ、合意がね、えっとまた協定があの始まると,いうもうことなんですけど2回目がね、3日行われます。はあ、これ でもそれぞれどこを譲ってどこ譲らんかって、それが譲れないから、今、こういう状況になっている部分もあるとは思うんですけど、それぞれ譲れるところってあるんですかねただ、ですね、うん、ロシアの、えー、ウクライナに対する要求は、うんえー、中立化、中立になれと、うん、で非武装化。 ねこれはもうだとしたらもうね自分たちがなんかえロシアの言いそこ食わないことしたらすぐ今のように攻め込まちゃうんですからとはいそ,そういうことです、ねとはい、大阪市を外堀埋めるみたいなもん、ね、そんな感じですよね、うんうん、だからこれは飲めないですよね,ね<ー>飲めないですよね。 だから飲めない条件を突きつけてきていてしかも代表団はほとんど決定権ない下っ端が来てるんですよ。らしはいですね。だからそういう点で言うとですねウクライナが少しは受け入れられるようなね、うんえー、例えば、えー、NATO に加盟しないとか、はあね、あの加盟については見送るとか要するにそのもう少しウクライナがです、ね、受け入れるような、えーね、あの要求が。 行われるということをまずしかない。しかも。その代表団のメンバーを見ているとですね。うん、あの、まだまだロシアはですね。えー、そのね、あの交渉をですね。えー、まあ、まとめるような意図はないんだっていうことが、もう見え見えですよね。これ、ナトー、ウクライナのナトー加盟見送るは受け入れられますかね。いや、<な>あのー。かだから。 ウクライナ側としては NATO 加盟についてはロシア側の合意を持って加盟するっていうの、ねはい、ところがギギリギリですねウクライナとしてはえまあ我慢できる範囲なのかなとでその一方で EU 加盟については、ねはい、これについてはまあロシア側は条件をつけないっていうよ、ね、うな、ね、そこの条件闘争というところは。 あるんだろうと思いますけどねあの、まあ、もちろんゼレンスキー大統領もいろんな思いで今、抵抗してるんですけれども、なんていうんでしこれだけ民間の中で犠牲が出てくるとなるとね、いくらモチベーション高くとは言ってても、ね、普通に考えたら、この状況を一日も早くどう収めるかって、いくつか条件をのめるんだったらというのは、ゼロじゃないでしょうからね。その一方で、アメリカの、ね、大統領の昨日の一般教書演説はははいはい、はいうん、うん でここもやっぱり注目すべき発言が、はいえー、バイデン大統領が口から出てきてですね要するにアメリカはそのウクライナに派兵はしない。はいね これは言ってるんだけれども、うんで、そこでちょっと、えアメリカも弱がしかなと思ったんだけども、その一方で、うん、NATO 加盟国、うんね、え特に、ね、危ないと言われているバルト三国ですね、うん、でこれについては徹底守ると、うん、アメリカはそこには派兵するんだ、うん、っていうです、ねはい、方向性を見せたんですよ。うん、で、そうするとですね、えー、そのねアメリカが派兵を、ねすね、間違いなくするだろう、ねその、例えばバルト三国っていうのは、ウクライナと国境接してますからね。うん、そうすると直接的にです、ね、ロシア軍 と、うんえー、アメリカ軍が対峙するという状況になってしまうんですよ。そうですすねそ、はい、そううるためにそうしないためです、ね、にもやっぱり、うん、ウクライナは駐輪地帯というか干渉主体にして置く必要がある、うんうん、じゃあ、えー、直接対峙するのかお前はっていうのを、えー、バイデン大統領はプーチン大統領に突きつけたというふうにあらゆあ,あの文脈は読むべきなんですね。うん、あのをつけずにもう呼び捨てで 一般行ったとということもあるんです一方でそのプーチン大統領の、ね、健康問題というかうん、うん、今、えー、正常な判断ができているのかどうかという話もここ数字出てますけれどもなかなか須田さんこれも確証のある話は難しいと思うんですがどうなんですかねプーチン大統領の今。だから私は、ね、結構そういう指摘が多いんですけれどもこれはまあ情報戦の一端ではないかな、はい、と 西側のねなるほどですからあの、プーチン大統領の精神状態、健康状態は、うん、まだあの、ね、健康な状態を保てていると思いますよね、はい、揺さぶりだと思いますけれども、はい、ただあの、その一方でね、じゃあなぜこんなに、ね、国際ルールを逸脱するようなというか、うん、踏みにじるようなことをやっているのかというと、はい、今日冒頭お話ししたような、ねはい、そういった誤った歴史観、踏み、うん、込み。はいはいはい に、うん、に基づいいいいててるんだという,ふうに考ええもらえばいいのかな、うん、つまり何か精神状態おかしくなってね、うん、一気にウクライナにこうやってきたわけじゃなくて別昨日今日始まった話じゃなくってここずっと思っていた考えということなんですね。 ウクライナは国ですらないってのは2016年ですよ、はいその発言をしたのはねえ、まあ、その当時っていうのは何でしょうその発言自体はおそらく大きく取り上げられることもなかったんでしょうけれども遡って考えると実はもう言ってたってことなんですよね、えー、振り返ってそうですね、うん、そう思ってたってことですねつまりそういう歪んだロシアのそしてプーチン大統領の歴史観というかですね、うん、地理的認識っていうのに 基づいて、まあ、今回の行動がアクションが起こっているという風に。えー、つまり、精神状態が悪化して起こったわけじゃないっていう風なことは。理解していただきたい。あの、正当化するわけではなくって、あの、彼には彼の理屈があったってことなんですよね。プーチン大統領ね、プーチン大統領の。あの、まあ、正当化するわけではないですよ、うん、もちろん。うん、絶対に認められない理屈ですよね。うんうん、だから、その、誤った歴史観であるということを。やっぱり認識させる必要ありますよね。うそうですね。わかりました。はい、では、あの、お知らせなども、お話聞いてまいります。 さあ、時刻六時五十七分になりました。続いてはこちらでございます。さあ、ウクライナ情勢で忘れがち、子供へのコロナワクチン接種本格化。 さあ今月1日から新型コロナワクチンの5歳から11歳の子どもへの接種が本格的に始まりました保育所や学校でオミクロン株の感染が拡大する中で自分の子どもに接種させるかの判断で揺れる保護者も多いと思いますさあ子どもに対するワクチン接種に関する動き須田さんはどのようにお考えでいらっしゃるでしょうかさあ須田さん、えーはい、お子さんので子どものワクチン接種がスタートしました 大前提で言いますとね、はいあのー、私もです、ね、ワクチン2回接種しまして、うん、まあ3回目接種も予定しているんですけれども、はい、ただです、ね、5歳から11歳、お子供のですの、ねうん、ワクチン接種については、やっぱり慎重であるべきだと私は思うんですよね。はいうん でまあそういう意見もですね少しずつ今出てきていて、ですね,ですね、うん、だからああのまあ、一律にですね、えー、接種するんではなくてと、とじゃあなぜそう思うのかというと、ですね、うん、やっぱりあの若い人たちに関して言うと、ですねほとんど重症化しない、うん、でまあ、うん、あのお一人だけねお子さんで亡くなった方がいらっしゃるんですけれども、ねはい、この方は基礎疾患があった方ですから、うんえー、ちょっと。えー 一般の人とは違うのかなと思いますけどね。うんうん、で、そうすると、その重症化しにくい、感染しても発症しにくいという状況の中で、うん、果たしてこれを接種を進める、ね、意味があるのかどうなのかうん、うん、ということがあるんだろうと思うんですよ。うん、ただ、そうは言ってもですね、あのーで、高齢者の方と、あるいは基礎疾患がある、ねえー、ご家族と生活してる、ね、あのーあのー、住まいを一緒にされてる方はですね、はいうん、まあ、打つ必要は あるのかもしれないんですけれども、そのあたりについてはですね。やっぱりメリットとデメリットっていうことを考える必要があるのかなと思うんですね。そ,<う>そのバランスで。そうですね。まあ、これだけ。今おっしゃったように、ちっちゃい子たちに影響がね、今のところ大きく出てないというのはありますもんね。はい。では、七時の時報の後、もう少しお話し続けていきたいと思います。七、はい、時でございます。 上泉一のエナーラジオがお送りしています増田さんあの、ワクチンを取り巻く環境というものが、やはりこの2年前、ええ、まあ初めてこの、ねえー、新型コロナウイルスうの世にこう出てきてというか、から変わってきましたよね、今の状況でに対する考え方もね。 そうですね。<ー>で、まあそろそろですね、えー、出口に向かっているのかなという指摘もあるわけですから、その中でのそのワクチン接種っていうところも考えていく必要があるのかなと思います、ね、で加えて、うん、やっぱりワクチンって、うんえー、まだ治験の最中なんですよ。その安全性については確認している最中なんですよね。ですから、えー、そのあたりをですね、まあお子さんに接種するね必要性っていうのを、うん、やっぱり、えー、ねきちんと考えていく必要が あるのかなと思いますし加えてですねやっぱり先ほど申し上げたように、うん、メリットとデメリットこれを見極めるべきだと思うんですが、うん、なかなかですねこのデメリットについてはですね世の中に伝えられてないむしろですね、あのー、関西24県の方が、うんえー、東京であるとかそれ以外の地域と比較するとですね、うん、結構この辺りメディアが少しずつ取り上げてるいる。 いうところでは、はいえー、関西の方は目にしたり耳にしたりするケースも出てきてるのかなと思うんですけどね。あ,あのやっぱり違いますかそのあたりの温度差みたいなのって。あのー、まああのズバリ言ってしまうとですね。はい、一番この問題積極的に取り上げたのは名古屋のテレビ局なんですよ。ほ<う>まあ一部ごくごく一部のね。はい えー、ディレクターの方がこだわりがあって<い>あの、若い人のワクチン接種については、もう特にワクチン後遺症についてですね、うん、取り上げてきた経緯っていうのは<ー>実際の例を紐解いてね、はい、ありまして、ですねそのあたりをです、ねあのきまあ、なんていうんですか、そのワクチン後遺症に関するですね、うん、記録映像、まあ、映画化されたものがあって、ですね、うんえー、東京や大阪でこれが、えー、公開されてたんですが、東京,東京はですねもうすでに公開が中止になってるんですよ。ほう で大阪では、まあ、あの重曹などで、ちっちゃなです、ね、映画館で、ねうんで、えー、上映されてるなんていうケースがありますけれども、うん、あるいは先週の土曜日にです、ねえー、神戸で大,き大,き大規模なそのイベントが開かれましてね、午前中にその記録映像が流されて、午後にそのワクチン後遺症で苦しんでいる人たちがです、ね、登壇されて、シンポジウムが開かれるなんていうのがあった。はい、だから地元のテテレレビビとというテレビ局がそれをちょっと 少し報道したんですけれども、うん、なかなかそういった状況っていうのが、うんえー、我々の目に耳に届いてこないっていうのね、うん、っていうところがありますよね完全にそのメディアも腰が切れてるし、はい、YouTube なんかすぐバーンされますからねそのあたりはあの例えばね高齢者の方だったりとかまあ僕らぐらいの年齢の人に対してっていうところはそのメリットでメると考えた時にねあの、えー、打った方がいいだろうっていうケースもあるとは思うんですけれども、えー、まあ、ちっちゃい子に関して言うとそこまでせいでも まあ、今の状況の中で言うと、まあ、風の一つみたいなところでねこの新型コロナに関しても乗り切れてるところもありますもんね。 ですから、われわれ高齢者であるとか、基礎疾患ある人は、うん、やっぱりメリット、デメリットを考えると、はいはい、私はメリットは大きいと思うんですよ。はい,はい。うん、から、打つべ私は打つべきだと思って打ったわけなんですけども、も。やっぱり5歳から11歳というところに対してこう、世の中全体的にそういうトーンがあるっていうことは、やっぱりあの広くどっかで皆さんこう、自分の中でデメリット、デメリットを考えてあるところあるのかなと思うんですけどもね。 ですから例えばね、静岡県の、うん、あの県の、えー、担当者はですね、うんあの、地元のローカルのテレビ局に出演して、うんえー、若い人にお勧めしないってことをはっきり明言したんですなるほど、うん だからそのあたりの動きもですね、うん、踏まえた上で親御さんがですね適切に判断すべきじゃないのか、はい、先ほど申し上げたように、うんうん、高齢者が身近にいるとかね少子化持ったりで身近にいるというのであるならば、ええ、やっぱり感染そのものを防ぐという点では、うん、やっぱりメリットデメリットという点ではですね、うん、打つという判断があっても私は。 それはおかしくないと思いますけどね。そう思います。本当にまああの西村さんもそうでしょうけれども、ちさお子さん抱えてる皆さんはそのあたりね、優先に考えている方も多いんじゃないかなと思いますけど。はい。結構子供の時に打たなきゃいけないワクチンってやっぱりたくさんあるので、そのワクチン一つずつにたでもやっぱり考えるんですよ。このワクチン打つべきかどうかって。だから親も一旦立ち止まって考えてね、する方がいいと思いますね。おっしゃる通りですね。ですからあの優先あ接種券が来たからといってですね、オートマティックに じゃあ打、えー、とう ね、じゃあもう日程決めてみたいなねいうんえー、ところじゃなくて今西村さんがまさにおっしゃられたようにですね、うん、じゃ自分のね生活環境子どもの生活環境,活環境あるいは子どもの、えーうん、状況を見極めた上でですねアンランク出してしてほいいなと思いますけどねあの実際おそらく皆さんお手元に接種券届いたらママ友さん同士とか含めてどうする<っ>みたいなお話とかにもね現実なところになってるところもあると思いますし一方でまあね須田さん本当にあに新規感染者の方の数っていうのはちょっとまだ高止まりして してるのかかなという中でで確かにねまあ一方で、まあ、亡くなっている方もご高齢の方中心にありますがそこまでやっぱり新型オミクロンになってから重症化してないっていうのは須田さんあありりますすかねねねやっぱり、ね、そうです、ねうん、あのもちろんねえ全体の感染者数が爆発的に大きいですからね、うんえー、それに対してのその死者の数も大きくなって第5波でも多いことは間違いないんですよ。 ね、ええ、でも死亡率っていう点では低くなっている。はい、だからあのー、こういったことをですねメリットデメリットを考えてもらいたいなと。でもこういったね、うん、今も申し上げたよう私の発言ができるっていうのも、うんうん、まあこの番組もかなり踏み込んでるなと。<笑><笑>あれ今日はありがたかったなと思うんですけどね。<笑><笑>はい、あのー、ではスタッフまた七時四十分頃からまた油っこいやつも楽しみにしております。はい、はいえー、また後ほどお願いいたします。<laughs> はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お直気の今日の裏ネタです。 さあ、須田慎一郎さんが取材の末につかんだとっておきの裏ネタをいち早く教えてもらうコーナーでございます、はい、では須田さん早速今日の裏ネタお願いいたしますしはい、コロナの影響か 税関でのの不正薬物の応酬覚醒剤と麻薬が増加のわけとはおあの先月財務省が公表いたしました令和3年の全国の税関におけるえ関税法違反事件の取り締まり状況というのがあるんですが、はい、それによると覚醒剤や大麻麻薬といった不正薬物の全体の摘発件数前の年から比べて12%増えて<ー>欧州量が6年連続で1増え 1トンを超えるということで今驚きの声が西村さんの方が上がってるんですけども、はいはい、もうまさにこれ氷山のででですすねそそれでもそうなんこれ以外にですねもうそれをもう2桁を超えるぐらいのですね、えー、まあそういった麻薬がですね国内に入ってきているというふうに考えてもらっていいんだろうと思います、ね、入ってきているということは、えー、それが売買され使ってる人がいるってこと そうですね <laughs>、えー、で今ですね、覚醒剤と大麻というふうに出てきましたけれども、ここ最近、大麻の方はね、えー、ちょっと傾向が変わってきまして、ですね、うんえー、かつてやっぱり大麻っていうと乾燥、ねうん、マリファナを火をつけて吸うという、えー、ケースが多かったんですけども、はいえー、最近はですねその、えー、リキッドタイプといったら、うん、液体化してるんですよ。 はあ、で液体化していてそれを加熱してそれを浄化させてそれを吸い込むというね<ー>、えー、ちょっと若い人の間でですねブームってなんか煽り立っているようで嫌なんですけれども<ー>非常にこうあのー、ね人気が出てきているということのようなんですねそんなでも簡単に手に入るんですか、うん、って話ですけどねあのー、これで意外にまあ簡単にというかですね、うんえー、手に入るというかあんまりなんていうんですか犯罪意識がなくてですね 楽でしてねこのリキッドタイプになってくると、あのー、結構ですね出回っているとでなおかつですね、あのー、電子パイプと言ったりいいんですかね電子タバコと言ったりああいったタイプの、えー、まあ言ってみれば その試行品というのはどどどどんどんんどん増えてきてきますよねうタバコというカテゴリーであるとか、あるいはリラックス効果があって、ニコチンは入ってませんよみたいな、そういう商品が出てきたりですね、うんうん、いろんな種類、タイプがあるんですよ。うん、で、その中にスッとリキッドタイプのタイムが入ってきていて、うん、見た目ではですね、えー、それが違法なのか合法なのか、よく見分けがつかないというね、<ー>状況になっていて、はい、手が出しやすいっていうところがあるんですね。 に、えー、高額ででで取引できないんですよ、うん、あの結構たくさんの量が入ってきているというのもあってですね、うんあのー、どうなんでしょうやっぱり利幅が薄いと言ったら売,売り手側からするとねですからこれまあもっぱらですね、えー、違法薬物を売買してなりわいにしているというかですね暴力団であるとかね暴力団組員の人たちから見ると、うん、子どもの麻薬みたいなね子どもの。 なるほどでそれはある意味でこうメンツとかねその、あんまり儲からないということで、手を出してこなかった分野なんですね。ですから、その辺はですは、ね、どうなんでしょうね、えー、グレーゾーンの人たち、つまり暴力団組員っていうくくりでもない、だからといってです、ね、完全な一般市民、素人ではない、そういうグレーゾーンの人たちがもっぱら売り買いするような、うん、あるいはその中心になって販売するような扱いだったんですね。はい、うん でそれに対してやっぱり覚醒剤とかあるいは、えー、こ,こ最近非常にブームになってるコカインであるとか<ー>そういったものに関してはですね大人の麻薬っていうふうに呼んでおりましたね、うん、やっぱりここはすごく利幅が厚いんですよブームになってるんだこ、うん、びっくり、えー、だからそこについてはですねあの暴力団のもっぱらですね独占的に、うん、勝手にですね えー、上泉さんがねもうからからと言って手、うん、手にを出すとですね、うん、もうすぐに暴力団組員が飛んでくるっていうのはね、うんまあ、出さないうのねやらないですけどまあまあ <laughs> ああなるほどええトヨが面白い。<laughs> <laughs> その潰されちゃうっていうい状況になってるんですね最近はですねこの覚醒剤についてはそのベトナムから、まあ、言ってみれば航空便であるとか、えー、国際郵便を使って入ってくるケースが多いんですけれども言ってみれば航空機であるとか、ね、そういうものですがハンドキャリーと言われている手持ちで ああ隠して。はい、隠し持ってるよく出てきますよね。うん、出てきますよね。うん、えー、でも、あれですとね、うん、大した量運べないじゃないですか。そうですよね。リスクは大きい。えー、捕まったが。えー、同じ、ね、同様の罪に問われるのに。うん、その、なかなか大量のものが運べないということで。もっぱら今日本に入ってきてるのは瀬取り。つまり。 あのー、外国からですねあのー、船で運んできて海中にポーンとそれを、まあ、浮かぶようにブイをつけてね投棄、はい、するんですよ。はい、で GPS 信号を通じてここにお、ね、お落としましたよって言うんでそれを日本国内の漁船かなんかが来てですね、はい、それを回収していくっていうこれをへ<ー>私もっとなんか船と船をこう密着させて荷物を運ぶのかなと思ったそうじゃん GPS なんですね。 まあ密着させてってなるとこれも海上保安庁にすぐ発見される<ー>可能性がないのででも,も GPS 使うわけですかそういうのでそうなんですね<ー>もう最近の GPS 精度が上がってますから誤差なくきっと回収にいけるってことなんですねただよく海流がね、えー、まあちょっとあの予想通り進まなかったとかねあ,かかあれは天候が荒れたということで、うん、あのー、最近ちょいちょいですね海岸にその打ち上げられたみたいなとこがああ,あはいあ、はあ、い じゃ、マジで出ててんですか?すそ。それって、それですか?。そうですね。もっぱらこれですね。あ、そういうことなのか。なる,るほどな。ねうん、で、先ほどベトナムというふうに言いましたけども。はい、最近ですね。こう、ね、裏社会で流れてるのは。あの、フィリピンルートなんですよ。うん、で、うん、フィリピンで、その売買が成立をして。うん、そして、えー、その場合によっては、そのベトナムから。 えー、搬送されてるってケースはあるんでしょうけれども、うん、主として売買の現場っていうのは、うん、フィリピンになってるフィリピンのマニラ、うん、ここまで細かいこと言っていいのかなっはゾクっとしましたけどなん,でなんでフィリピンのマニラなんですか、えー、あの日本でですね仕事がっていうかですね、うんえー、日本でいろいろ指名手配がかかったりなんかして日本にいられなくなった人たちがですね、うん、今、えー、フィリピンにどん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 入ってましてね。うーん そういった日本の暴力団関係者であるとか半グレと言われている人たちがうん、うん、今、フィリピンでそういった取引をしてるっていと,ということです、ね、これあの、摘発件数が、まあ、前の年に比べて1割増えてるっていうのはこれはんですか、やっぱり絶対量が上がってるからな、全体量の量が上がってるからなのか、日本の取締りが頑張ってるからなのか、これ、どっちなんですかね、まあ、おっしゃる通り、全社ですね、うんうん、絶対量があのものすごく増えてきてるんだろうなと思いますね。 でもまあ言っても取締りも合わせて非常にまあ厳しくなってるわけじゃないですかあのもちろんその空港とかでもね、はい、知らない人からの荷物は預からないようにみたいなとこから始まってですけれどもですからその辺はですねやっぱりいたちごっこと言ったらいいんですか、うん、あのー、要するに摘発されて、えー、それが潰されるとですね新たなやり方新たな手法っていうのは。 出ててくるだって国際郵便を使うなんていうのはね、うんうん、なかなかこれまで考えでも国際郵便使ってもですねその大量に運べないということで、その背取りで沖合でみたいなねうーん、えー、GPS 使いますよみたいな、その技術の進歩とともに、ですねうんど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 んやり方も巧妙化さっきあのおっしゃっていただいたようにその、まあ、若年層化してるみたいなところも含めてね、うんまあ、例えばえ僕らも知らないですけど、そのインターネットとかでも売買されてるとかっていうのを聞いたりしますけど、実際、そういう。 本当にまああるわけなんですよねそういうことがね。そうなんですね。うん、あのー、ですからラインっていうのはですね、えー、後々までそのね、えー、内容が残ってしまうものですから、そういったものが二十四時間以内に消えるライン的なサービスがあるんですよ。うん、あ,あのコ、ー、ムコメントといってメッセージが消えてしまう、はいまね、完全証明するみたいなね、そういったものをもっぱら使ってますよね。うん、そうなるとますますもって操作もしにくいですよね。 そうですねですから、ここで、うん、あまり細かくね、うん、そやり口をね、うん、ここで喋ってしまうと、ですねうん、うん、それを真似したり、それを利用しようなんていう人が、うんうん、もしかしたら聞いてるかもしれないんでね、うん、なかなかそこまで詳細なことは言えないんですけれども、うんうん、ですから先ほど申し上げたように、そのえー、さまざまな、えー、とか、IT 技術であるとか、技術の進歩によって、ですねとんでもなく巧妙化していて、摘発しにくい状況になっている。 ですから私は思うんですけれども、うん、やっぱりこれは国を滅ぼすことになるし、違法な収益ということになりますからね、ねうん、あの警察であるとか、やっぱり厚労省にもっともっと予算を割いて、ですね摘発する人員を拡充して、組織を拡充して、ですね、うん、徹底的に壊滅してほしいなと思いますけどねあの大阪でもありましたけれども、こうなんていうんですか、こう高校生の間でね、今、そういったちょっと違法な薬物が、ねね、流通していると聞いたとに、ちょっとぞっとしたりもしたんですけれども。そうそう 中学生がっていうニュースもあ,ありますしね、うんえー、ですからその辺りのだってあの以前ですとね、うん、どうなんでしょうどこへ行ったら買えるのか誰が売ってくれるのかって分かんなかったじゃないですか全然ねそれはインターネット上で簡単にですねそういった情報が入手できてで実際にそれを買いに行くか行かないかっていうね、うん、今そういう状況になってますからね。うんうん ねまあでもおっしゃるようにまあ予算をしっかり据えてそれでね、適、え、応、ー、できるんであればね、ぜひそのあたりの予算は全然取ってもらったらいいなというふうに思うんですけどね。そうですね。はい、わ、うん、かりました。じゃ須田さんまた来週もよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。しありがとうございました。